んにちは、さきです。今日はこんな感じで、こんな感じですね。あんまりいつもやらないんですけど、春なのでピンクを使ってメイクをしてみました。ピンクメイクをやってみましたので、最後までぜひお付き合いいただけると嬉しいです。お願いします。こちらのラロッシュポゼ UV リア XL プロテクショントーンアップ、ラロッシュポゼの新作の下地を使っていきます。これはみんなのメイクの勉強会でいただきました。 UV リア XL ティントの方を私下地としてすごく好きで使ってたんですけど、こちらの新しい方は日焼け止め乳液プラス化粧下地の効果もプラスされたような仕上がりとなっていて、すごくいただいてからね気に入って使っています。こう出してみると普通に白なんですけど、塗るとちょっとピンク味があるようなピンクベージュの感じです。私が持っていたティントタイプのものよりもちょっとサラッとしていて、ピタッと密着するような、本当にね、なんていうの、化粧下地効果が高い。あの前のやつはすごく保湿力が高くてクリーミーな感じで、こうしっとりするような感じだったんですけど、これはあのそこまでクリームっぽくペトペトしないで、後につけるこうファンデーションとかをちゃんと密着してくれそうな、やや固めのテクスチャーなのかなっていうような印象です。潤いとは別のツヤ感も出してくれるような処方、あのざっくり言うとツヤ肌にしてくれて、あの敏感肌のことも考えてこう優しさにこだわっていて、さらにあの SPF50+ PA4+ しっかりとした紫外線カット力がある下地っていう感じです。 SPF50 なのに対してこっちが 50+ にアップされています。なんかさ、ここニキビ潰してやってたらさ、ここ後になっちゃって、ね、治りづらいんだよね、ニキビ跡が。こういうので年齢を実感する。はい、で続いてこちら最近ゲットしたミシャのオリジナルテンションパックとナチュラルカバー、これはあれで買いました、ヒューテンで買いました。クッションじゃなくてネットになってるタイプのやつです。私的にはロレアルのクッションファンデの方が好きだったけど、今日はなんとなく使ってみます。ポンポンポン、軽く、あ、やばい、何これ、なんでここついちゃったの。やっぱ広げやすいっちゃ広げやすい。このナチュラルタイプはそこまでカバー力ない感じで、結構やっぱミシャって匂いがね強い。歌いながら歩いてるおじいちゃんがいるわ。コンシーラーやっていきます。ハイライト、セザンヌのハイライトコンシーラークリアベージュ、ニキビ跡。これクッションファンデの時にコンシーラーって多分先にやってた方が良かったと思う。このムラっていうか、ちょっと馴染ませんのがね。そしたら今日は TV&Movie のファンデーション使っていきます。ちょっとピンクオークルみたいなカラーです。そしたらアイメイクやっていきます。スウィーツスウィーツのスパークリングアイグロス04番使っていきます。ベースとして、ベースとして薄く塗りました。チフレのアイカラーの79番使っていきます。ちょっとピンクブラウンのようなアイシャドウ、こっちのピンク色を取ります。二重ちょい越えぐらい、深みがあるピンクだからそこまで腫れぼったさは出ないかと思ってる。
っちの色も合わせて重ねてみます。気持ち、これは二重幅超えないぐらいに。エクセルのデュアルアイシャドウのピンクミラージュ、こちら使っていきます。久しぶりに使う。この明るいベージュカラーの方を目の下に塗っていきます。すごい雑だから全部同じブラシでいってるけど、そんなに混ざることなく塗れてる気がする。この辺にも。そしたら次にピンク色、これは結構ね青みが強いので単品で使うのはちょっと勇気がいるんですけど、ちょっとね重ねてピンクみを増していってみたいという試みです。中央にだけ、中央にだけです。ちょっとピンクみが気持ちます。目尻も気持ち。ここでバーガンディみたいなラインにしようか迷うけど、ブラウンにします。普通にセザンヌのジェルアイライナーの30番ブラウン。今日はあんまり長く引かないようにして目に丸みを出したいです。しっかりがっつり上げます。目の中央の部分のまつげをしっかりと上げていきます。マスカラはこちらのコスメデコルテのエレガントマスカラ RD401 番、こちら使っていきます。これはバーガンディっぽい、なんだレッドカラーのマスカラです。使っていきます。これねすごいマスカラだけどすごい匂いがついてて石鹸の香りがします。塗ってる最中で中央をしっかり伸ばす感じで塗っていきます。この目、黒目の下のところにたくさん塗る。それ以外とかは無視って感じで。いつもなんかベタっていう眉毛になっちゃうんだけど、今日はねふわっとさせたいですよ。だからセザンヌの細芯アイブロウ、めっちゃ細いやつでこうなんていうの、一本ずつ描き足すイメージでやってみてるけど、あんまりうまくいかないかも。ぼかすぼかす。今日パウダーいらないかな。パウダーなしでいっちゃおう。インテグレートのニュアンスアイブロウマスカラの BR672 番です。最近これをよく使ってる、あーめっちゃペッとりになっちゃったわ。多分眉マスカラ塗ったらもうそうなるしかないのかな。そうなるのかな。もまあいっか、こんな感じ。キャンメイクのシェーディングパウダーやっておきます。これはいつも変わらず小顔に見せるっていうよりも、このねファンデーションと地肌の境目をぼかすっていうだけのためにやっている感じですね、私の場合。でも結果的にやらないよりは小顔になってる気がする。気持ちノーズシャドウ、チークはこちらロレアパリルーセントマジッククッションブラック P3 番です。これもう1年どころじゃない、結構前から使ってるけど自己責任自己責任自己責任完全に自己責任。リップはランコムのなんだっけ、これジューシーシェーカーのベリーテール372番、こちら使っていきます。これ寒い時全然シャカシャカなんないんですよね。
でも混ざってるから大丈夫だと思う。オッケー。すごいガッサガサじゃん。よし、できました。で、仕上げにこちらのローラメルシエフェイスイルミネーターディボーション、こちらを使っていきたいと思います。これもみんなのメイクの勉強会でいただいたんですけど、もう本当に綺麗このちょっとピンク味のあるようなラメ感があるタイプのハイライトです。同じくローラメルシエのファンブラシでつけていきたいと思います。少し粉飛びがねあるので気をつけるといいと思う。ローラメルシエはハイライターの数がいくつかあるんですけど、これが一番売れてるっていうか人気だそうです。密度のないブラシでつけるとこう繊細に広がってってくれて、すごく自然に仕上げることができると思います。とこういう感じ、ツヤも出るし、ツヤとあとラメが少しキラキラっとする感じなので華やかなね感じになるから、パーティーとかね、パーティーってなんだろうねなんだろう、あの華やかな場面でめっちゃ活躍しそうだなと思います。合コンとかあと女子会とかそういう感じ。はい、できました。じゃーん、はい、こんな感じで今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の更新でまたお会いしましょう。失礼します。